なぜ手負いの者から狙うのか理解する。話の邪魔になるかと。俺とお前の。君と俺が何の話をする。初対面だ。俺はすでに君のことが嫌いだ。そうか。俺も弱い人間が大嫌い。弱者の人間が好き。俺と君とで物事の価値基準が違うようだ。そうか。では素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならない。ならない。ほう、もっとやり合うぞ。敵務を全うする。いいぞ。破壊策と大好き。素晴らしいぞ。本当に素晴らしい。今まで殺してきた柱たちに炎はいなかったな。そして俺の誘いにうなずく者もいなかった。なぜだろうな。同じく武の道を極める者として理解しかねる。選ばれた者しか鬼にはなれないというのに。名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。破壊策。挨拶だ。無意識。挨拶だ。無意識。無意識。この素晴らしい反応速度、この素晴らしい剣技も失われていくのだ、杏次郎。楽しくはないのか。誰もがそうだ。人間なら当然のことだ。とっしもう一回くんやっこうやっ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 。名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。破壊策。破壊策。大好き。大好き。素晴らしい才能を持つ者が醜く衰えていく。俺は辛い。耐えられない。死んでくれ、杏次郎。若く強いまま。素晴らしいぞ。本当に素晴らしい。杏次郎、死ぬな。生身を削る思いで戦ったとしても全て無駄なんだよ、杏次郎。お前が俺に食らわせた素晴らしい斬撃もすでに感知してしまった。だがお前はどうだ。潰れた左目、砕けたあばら骨、傷ついた内臓、もう取り返しがつかない。鬼であれば瞬きする間に治る。そんなもの鬼ならも走り切る。どうあがいても人間では鬼に勝てない。俺の責務を全うする。ここにいる者は
誰も死なせない。素晴らしい闘気だ。それほどの傷を負いながらその気迫、その精神力、自分の隙もない構え、やはりお前は鬼になれ、京次郎。一瞬で多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸、奥義。素晴らしいぞ。本当にお前は素晴らしい。称賛に値する。負の方、煉獄。術式展開、破壊殺。Yeah!